こんにちは、すじのこです。今日もデデデ大王のデデデデデン Z やっていきたいと思います。さあレベル2までねプラチナ取れました。次レベル3いきましょう。トリプルデラックスのステージ曲ナンバーコインに壊れるドラム、新たな仕掛けがいっぱいだ。ナンバーコインってなんだろう。ちょっとやってみましょう。どれどれ、ナンバーコインとは、うん、さあ裏打ちもしっかり。あ、ちょっと待って、あ、難しい、あれだ、取る順番が、あ、間違えた、あちょっとおかしいぞい、こうか、はいはいはい、なるほどね、はいはい、あ、来た、こうか、なるほどね、連続で取んなきゃいけないみたいな、そんな感じですね。なるほど、はいむずっ、あれ、はいはいはい、やばっ、ちょっと、やっぱむずい、やば、全部取んのめちゃめちゃむずいぞこれ。ほい、やば難しい、いきなり難しくなってない？なるほど、番号で順番に取ってくやつで下が壊れると。なるほどね、コインコンプリートはいけました。これはまた難しくしましたね。ちょっと集中しながらいきますよ。ほいはいはい、トントン、こうして、あ、間違えた、トントン、あの青いとこが注意、ほい、もう一発いける、はい、いいよ、いい感じ、ほいほいほい、地味にミスっちゃうな。はいほい、よし、あそこが来るから、ほい、ちょんトン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 、裏打ち忘れちゃう、はい、トン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 、あれむずくない？こうきてこうきてこうはいはいはいだいぶ良くなったけど、ノーダメはいけたかな。あそこの後半難しいな。クリアタイムきた、タイムノーダメ、コインコンプリートはいけたと。ということは、あとはやっぱ裏打ちだね。裏打ちさえしっかりやれば、クリアと。裏打ちやんのむずいな、これ。頑張ります。これ、トリデラのどこに流れてたんだろう。はい。うん。いいですね。トン、トン。あ、これな。ちょっとずれた。これはでも許容範囲ですよ。この裏打ちを必ず成功させていきたい。ほい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 、
トン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 、よし、いや半分までノーミス、うん、トン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 、あこれね、これよし、感じ、はいはい、トン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 、きた、あーうっそ完璧にいけてたのに、今ようやく分かったと思ったのに、やっぱ3回くらいいると分かるね、いい感じいけますね、いや惜しかったな、マジでくっそー悔しい、もういけるぜ、トンでででででんね、あーやべえやっちゃった、ミスった、あ間違えた、コインだと思っちゃった下の敵コインだと思っちゃったなんで地味にコインに見えるんだよな、あれ、あの怖いやつ、くそー完璧にいってやる、よしいいぞ、あっここミスったね、はいはい、トン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 、よしリズム感大事、はいはい、トン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 、はいはい忙しいな、ほんと、はいトン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 、よしここは大丈夫、はい、よし、ちょっと待って、裏打ちできなかった今、いや裏打ちできてないな、多分やっちゃった、裏打ちミスかった、ほらねくっそ裏打ちパーフェクト難しいね、うん、痛い痛い痛い、親指が痛い、すぐ痛くなる、はいほい、トン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 、落ち着いて、ほいポンデデデだよ、一体これ何をやらされてんでしょうね、ストーリーはあんのかな、ちょっと忘れちゃったな、ストーリーあんまりこれし喋りながら行くとね、裏打ちがちょっと怪しいんだけど、あんまミスった、はいトン、ここを普通に打って、はいチョン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 、はいチョン、はいどう？いったかも。こう裏打ち多分できてるよ。さあどうだ？ 2 ミスぐらいあったけど、多分クリアタイムもいけてると思う。どうや？ほいーほいー、よーし。ちょっとやっぱね、苦戦しましたけど、やることができました。よーし、なんとかね、半分いきましたよ、プラチナで。よしよしよし。次回は、敵や目隠しフラッグ。どういうこと？目隠しフラッグが怖いですね。ということで、次回も僕はプラチナ取れるんでしょうか？頑張ってみたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。